こんにちは、カズマです。今回はメルカリ爆売れ商品トップ10という形で解説をしていきたいと思います。メルカリで売れる商品って何があるんですか？副業でメルカリで稼ぐことは可能ですか？このようなご質問を多くいただきます。今回はこれを販売すれば OK、 この動画を見れば月5万以上メルカリセドリで達成することができますという、売れる商品を今回特別で10個ですねご紹介していきたいと思います。いわゆる利益商品になります。メルカリを使って副業で稼ぐためには仕入れは最も重要と言っても過言ではないぐらい大切な知識となります。売れる商品を把握していない状態で物販ビジネスに取り組んでしまうと、商品を出品しても全く売れなくなってしまったり、閲覧数が激減して誰にも見てもらえない、反応ももらえなく商品が売れない、このようなアカウントになってしまう危険性があります。それぐらい売れる商品を把握しているということは大切ということです。売れる商品を知っているか知らないかで売上に大きな差が生まれてしまいます。初心者の頃は感覚で仕入れをして商品が売れず、在庫を抱えてしまったり値崩れしてしまうケースが非常に多いです。せっかく行動しているのに非常にもったいないことです。ですので今回の動画をしっかりと見ていただくことで、メルカリで売れる商品を把握することができる、メルカリを使い副業で稼ぐことができる、売れる商品を把握することができれば、売れる商品のタイトルの付け方や売れる価格帯の把握、商品がどのぐらいのスピードで売れていくかの把握、これらを理解できますし、全くの初心者でもメルカリで月5万以上の収益を得るにはこれ1本で完全に理解ができる動画となっております。後半には最も重要なことを解説しているので、ぜひ最後まで見ていってもらえればいいかなと思います。売れる商品以外にも販売テクニックや CA テクニック、最新のメルカリ攻略情報、 SNS や YouTube などでは話さないもっと深い情報、これらを受け取りたい方は期間限定で公開している概要欄の公式 LINE をご登録ください。現在はさらに期間限定で中古セドリ完全攻略プレミアムコンテンツという登録者限定の動画も配信しております。期間内に必ず受け取るようにしておいてください。早速本編に入っていきたいと思いますが、なぜこの商品が売れるのか、売れる根拠もところどころ挟んで解説をしていきたいと思います。この動画を流し見では非常にもったいないので、コメント欄をメモ代わりアウトプットに活用していってもらえればいいかなと思います。そしてメルカリ副業に活用をしていってください。まず一つ目がゲーム機本体になります。ゲームは SNS とか YouTube でもかなりバズっているジャンルとなります。今流行りの商品というのは積極的にリサーチをしていきましょう。例えばスイッチの本体や PS4 本体などで検索をかけてみてください。検索のかけ方としては、右上の絞り込みで売り切れをチェックして検索をかけてみてください。実際に売れている商品が結構な数出てくると思うので、この動画を見終わったらぜひ検索をしてみてください。どれほど売れるかということがわかるかと思います。例えばこちらのスイッチの本体ですね、田舎のブックオフの小型店で見つけた商品になるんですけれども、スイッチが 20% オフと 30% オフと割引が入ってました。で、 20% オフのこの理由としては、ジョイコンとジョイコンをカシャッと入れるジョイコングリップがないという形ですね。 20% オフなので4000円引きなんですよね。でもジョイコンって高くても550円とか、安いと110円とかで買えるわけですよ。なので4000円を500円で補填できるので、それだけで3500円の利益が取れるというかなりねいい商品になりますね。なのでこの2台の平均でいうと1万7000円ぐらいで仕入れができるっていう感じですね。で、2万6000円前後ぐらいでメルカリで売れていくっていう感じなので、1台で5000円以上、2台で1万以上利益が取れるっていう商品になります。かなりいい商品ですよね。しかもスイッチってメルカリで売るとかなりね売り行きもいいんですよ。先ほどね解説した通り、メルカリでこう検索をかけてみてください。そうすると直近のね3日以内とか1週間以内に何十台も売れてるわけですよ、ソールドで絞ってみると。そして大体このぐらいの金額ですね、2万4000円から2万8000円ぐらいの間とかで何十個も売れてるわけですよ。それぐらい回転が早いわけです。売れるかどうかわからないという方は、絞り込みでソールドで絞って検索をかけてみると、どれぐらいね売れ行きがいいかっていうのもどんどん見えてくると思いますので、見ていってもらえればいいかなと思います。実際ね、販売してる方っていうのは分かると思いますね。僕もね、過去もう何百台って売ってるわけですよ、スイッチは。かなりね、リピートでスイッチっていうのは売っていける商品になりますので、月にもね、何台、何十台って売っていける商品になるので、ぜひですね、ここら辺も頭に入れながら仕入れをしていってもらえればいいかなと思います。二つ目のおすすめジャンルとしては、ゲーム機周辺機器になりますね。ゲーム機の仕入れをしている方っていうのは、必ず合わせて攻略しておいた方がいい。ゲーム機本体だけを攻略してるのはもったいないので、ゲーム機本体の知識があるってことは、付随する周辺機器っていうのも同じような売り場にもちろんありますし、知識として覚えやすいですよね。なので絶対にゲーム機の本体を攻略している方っていうのは、ゲームの周辺機器ですね、プラスで攻略していってもらえればいいかなと思いますね。ゲームの周辺機器って何があるのって言った時に、まず一番わかりやすいのがコントローラー。スイッチとかであればジョイコンって呼ばれるコントローラーがありますよね。あとプロコンって言って、ゲームを極めたい方が使うプロコントローラーっていうのがあるわけですよね。例えば太鼓の達人とか多分みんな知ってると思うんですけれども、ゲームセンターとかにもありますよね。なのでそういった太鼓の達人の太鼓ですね、そういったものもゲームの周辺機器になってくるわけですよね。こういったね、ゲームの周辺機器、特にねスイッチ
チとかだとプロコンとかいうゲームを極めたい方が使うようなプロコントローラーっていうのはかなり利益商品として多いので、絶対的にねこれはリサーチしていった方がいい商品になりますね。利益商品として何があるかっていうと Wii のマリオのリモコンですね。これもねゲームの周辺機器になりますね。この Wii のマリオのリモコン990円という形ですね。これが2つありました。もう1個の方は1980円の 50% オフなので、まあ1000円弱ぐらい、両方の仕入れでも2000円ぐらいという感じです。実際に1本で2400円ぐらいで売れていくっていう感じなので、1本あたり600円前後利益が取れるっていうような商品になってきますね。こういうのもね2本セットで売っていくのも良かったりするわけですよね。まあ、これ加工動画でも出してるんですけど、これマリオとルイージーのコントローラーがあるわけですね。これをセットで出してる人が結構多かったですね。これセットだともっと高くは売れるんですけれども、マリオ2本でも売ってる方も実際に売れてる実績とかもあったので、そうすると送料圧縮できるのでね、1本ね送るのに送料が500円ぐらいかかる。でも2本でも送料一緒なわけですよ。これメルカリで送るってなるとね、500円ぐらいプラスで利益がかさ増しされるので、1500円とか2000円ぐらい利益を取っていくことができますよね。なので同じ商品を2本セットで売るっていうのも一つの手法になってくるので、こういった商品ぜひ利用していってもらえればいいかなと思います。メルカリのね販売方法だったり出品方法とか、まあ実際にね商品をどうやって撮影していくのっていうのが、販売の仕方とかが不安な方っていうのはこちらの動画にも目を通しておいてください。この動画が終わった後にそういうのもわからないという方はこの動画を目通していただくと、利益商品とか売れる商品っていうのが分かったプラス、どうやって売っていけばいいかっていうのも分かってくるので、ぜひですね合わせてこの動画、ちょっと長いですけどね、これ1本で全て分かるようになってますので、販売の仕方とかっていうのは今回の動画は仕入れとか売れる商品が分かるという動画になってますけれども、販売方法とかっていうのはこちらの動画を見てもらえれば全て分かるっていうような形になっているので、合わせて見ていってもらえればいいかなと思いますね。で3つ目がおもちゃになりますね。メルカリってね主婦の方が一番多いわけですよ。利用しているねユーザーとしては主婦の方がおもちゃを安く購入したいっていうので買う方が多いわけです。お子さんに安くおもちゃを買ってあげるため、中古のおもちゃというのは恐ろしく売れるわけですよ。お子さんがねいる方は分かると思うんですけど、おもちゃって新品で買ってもすぐボロボロになっちゃうじゃないですか。しかも大きくなると使うおもちゃってのどん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 変わっていくわけですよ。本当にね数年単位で使うおもちゃってどん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 変わってくるので、新品でね買うのはもったいないと思っている親御さんもかなり多いわけです。しかもねおもちゃってメルカリではものすごく売れますし、中古になればかなり単価も落ちるんですよ。3分の1とか5分の1とかで買えたりするわけですよ。なので中古のおもちゃっていうのはかなり売れていくっていうような形になりますね。何品かねこれご紹介していきたいと思いますね。まず一つ目としてはブルーナボンボンってやつですね。このブルーナボンボンって何かっていうと、上に座って子供が遊ぶっていうような商品になりますね。1320円仕入れで3300円前後で売れていくっていうような感じですね。空気が入っていると大きいんですけども、空気を抜けば小さくして送ることもできるので、送料も圧縮できて1個あたり利益としても1200円ぐらい取れるっていう感じですね。人気のある商品なんですよ。この商品ね結構安く置いてあるお店多いので、覚えておけば簡単に仕入れができるというような商品になってきますね。こういった形でねメルカリっていうのはね年中おもちゃというのは売れるわけじゃないですか。今これねもう11月に入った段階ぐらいで撮影しているんですけれども、かなりこれからおもちゃというのは売れていきますね。クリスマスに入ってくるので、なので普通よりも高く売れるものっていうのもめちゃくちゃ多いので、年中売れますけど今特におもちゃというのは激アツですね。こういう最高のアイテムなわけですよおもちゃって。しかもね原価が安いんですよおもちゃって。他のジャンルに比べると今のやつとかも1300円ぐらいじゃないですか。仕入れたがる人っていうのもね結構多いわけですよ。なのでライバルも多いわけですよね。なんですけども売り方とか仕入れ方とか次第では全然売れていくっていうような商品になってくるので、同じ商品であっても、まあ、高値で売れている人っていうのをしっかりとねリサーチしていくことが大切だったりしますね。まあ、例えばなんですけどもタイトルの設定方法、価格の設定方法、写真の撮り方だったりとか、同じ商品でどうして自分のアカウントの方が高額で購入してもらえるのか、ここをね分析することがめちゃくちゃ大切になってきますね。こういうのを差別化して考えて販売することっていうのがめちゃくちゃ大切になってくるわけですよ。リアルな話をするとメルカリ、アマゾン、ヤフオクなどどのアカウントでも言えることなんですけれども、例えばね A さんと B さんっていう方がいたとしてね、毎月同じ商品を同じだけ出品していたとしても売り上げが倍違うなんていうことは全然あるわけですよ。それぐらい違います、その販売方法によってね。売れているアカウントのリサーチっていうのはもう必須なわけですよ。超重要ですね。それがなぜ売れているのかっていうのをしっかりと分析した上で販売していくことが大切になってくるわけです。もう一つね利益商品をご紹介していきたいと思うんですけど、アンパンマンの電子ドラムキーボードっていう形になりますね。アンパンマンの電子ドラムキーボード、まあちょっとね大きい商品なんですけれども、こういった大きいアンパンマンの商品とかっていうのは利益商品としてもかなり多かったりしますね。その中でも外箱のない商品は特に安かったりしますね。この商品とかも1980円っていう感じですね。ブックオフに置いてあったっていう感じですね。この商品実際にどれぐらいで売れていくか、どれぐらいの期間で売れていくか、そういうのがまあ分かっていかないといけないわけじゃないですか。なのでリサーチの方をね解説をしていきたいと思うので、見ていってもらえればいいかなと思います。アンパンマンのノリノリライブビッグ電子ドラムです。
キーボードっていうような商品になりますね。この商品ね、これが1980円で、まあ、落ちていたっていうような感じですね。で、欠品なしで箱なしっていうような感じですね。なので、欠品なし箱なしがどんぐらいで売れているかっていう相場を見ていく必要性があるっていうような感じですね。まあ、実際にね、じゃあ売れているものどんな感じかっていうと、じゃあこれ見ていきましょう。まず、6500円で売れているっていうような感じですね。で、これも箱なしですね。あ、箱ついてますね。箱ついているような商品なので、ね、まあ、ちょっと対象外かなっていうような感じになりますね。じゃあ次、これ5299円のやつがどんな感じかっていうと、まあ、これは箱なしで5299円で売れてますね。しかも7日前に売れてるっていう感じです。まあ、多分欠品もこれなさそうですね。結構ね、こういうおもちゃとかってね、欠品してるものがやっぱり多いんですよね。お子さんが使うものって欠品物が多いので、欠品がしていないっていうだけで、例えばね、これとか2800円でこう出てるじゃないですか。まあこれ絶対欠品してるじゃないですか、何かしら。こういうのと一緒の市場相場で売っていくとかなりもったいないので、そこ気をつけてくださいね。メルカリとかだと欠品ありで結構出してる出品者とかも多いので、欠品なしだとかなり優位性はでかいかなと思いますね。あとこういう大きいやつとかって逆に箱付けないで配送した方がいいですね。これとかも箱付けたら100サイズ絶対超えるんですよ。なんで送料かなり大きくなってきちゃうんですけど、箱を外すことによってこういうね、椅子とかもね、多分これ分解とかできると思うんで、こういうのをしっかりと分解すればかなりちっちゃく送れますね。まあ80サイズとかぐらいでは送れる可能性もありますよね。なのでそういう形で箱を付けないっていうのも一つの手になってきます、こういう大きいのは。なのでそこでまあ利益を出していくっていうのは考えてください。なので箱なしで付属品完品でどんぐらいでまあ出ているかっていうのを見ていきたいかなっていうような感じになるわけですね。まあ仕入れたものもそもそも箱は付いてなかったんですけども、まあこれとかがね5299円で売れていると、これとかも5999円で売れてますね。でこれが箱があるのかどうかっていうと、まあこれは箱付きですね。箱付きで6000円ぐらいで売れてる、14日前に売れてる。まあ売れ行きはいい商品だなっていうのはわかるわけじゃないですか。じゃあ逆にね、売れてない人、これは5300円とか出てますけど、これも箱なしですね。パーツかけなく揃っている状態です。で8時間前なのでちょっとね、これはデータにならないかなっていうような感じですね。まあライバルとしては一人として見れますね、同じような条件なので。まあこのあたりは欠品があるので2600円とか2800円とかは論外ですよね。ここも欠品ありますね。これまずそもそも右側のタンバリンみたいなのついてないんで、この出品者さんはライバルではないっていうような感じになるわけですよね。この6200円はどうかなって見ていくと、これも箱なしですね。箱なしで6200円で売れていっているっていうような感じですね。これ13日前、なのでまあ半月ぐらいとかで何個か売れてますね。3つ4つとか売れている、5000以上でっていうのが分かってくるわけですよ。まあこれ3400円とかで出している人もいますけど、ちょっと市場相場より安く売っちゃってるなっていうような傾向にあるわけですね。なので僕の場合だったら5000円から6000の間がまあ市場相場かなっていうのがまず分かるわけですよね。箱がなしで付属品がしっかりと揃っている出品者さんっていうのは、5300円のこの出品者さんっていうのがまずライバルになってくるかなっていうような感じですね。はい、ライバルとしては、あとはまあライバルとしてはほとんどいないですね。あ、ここにもいますね。箱付きで5555円っていうような感じになりますね。動作不良があるので、これはあのライバルにはならないですね。全然僕らの方が優位性があると。なのでライバルとしては直近で見たら5300円のこの出品者さんぐらいだなっていうのが分かるわけですよ。なので僕だったらこれ5300円同額で出していけば、まあ1500円以上は全然利益が取れるっていうような商品になりますよね。まあ送料100サイズで計算したとしても1600円とか1700円ぐらい利益が取れるって感じなので、同額で出していってもいいかなっていう感じですね。半月で5個とかは絶対的に売れていく商品なので、同額で出しておけば半月ぐらいで売れていくかなっていうのが予測できるわけですよ。まあこういった形でね、状態で見ていくっていうのがめっちゃ大切ですね。特におもちゃの場合は欠品してて出している出品者さんとかも多いので、そういうところと同じ相場で出して安売りしちゃうっていうのはめちゃくちゃもったいないので、ぜひですねこういう形で売っていってもらえればいいかなと思いますね。でこういう商品とかって結構ね、まあ利益商品として多いんですよ。なので実際に自分で売ってみて価格相場を販売実績で知っておくっていうのは結構大切ですね。まあちょっと中級者レベルぐらいにはなるんですけども、例えばじゃあこれが5000円でだいたい1週間ぐらいで売れていく商品っていうのが1回売ったら分かるわけじゃないですか。そうしたらこの商品、まあ5000円で1週間ぐらいで売れるから2000円ぐらいであったらもうまた買いだねっていうので、そもそもリサーチしなくても何個も何個もリピートして仕入れができるようになるわけですよ。なのでそういった形でリピート商品を作るっていう意味でも、こういうね回転のいい商品、特にこれとかも回転いいですよね。先ほど解説した PS4 とかね、ああいうマウスとかっていうのもかなり回転のいい商品なんですけども、そういう回転のいい商品っていうのはまあぐる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 ね回していくことができるわけですよね。同じ価格帯で店舗に押してたら、そうするとかなりすごいんですよ。リサーチなしで仕入れができるようにどんどんなってくるので、ぜひですねそういうリピート商品っていうのを何個も作っていくっていうのは、物販ビジネスで効率よく稼いでいく上ではかなり必要なノウハウになってくるので、ぜひそういうところもね挑戦していってもらえればいいかなと思います。こういったリサーチ方法ですね、もっともっと知りたいっていう方とかは、この動画ですね、合わせて見ていってもらえれば、実際にどのぐらいの金額で売れて、しかも出品したらどのぐらいの期間で商品が売れていくかっていうのが、大体予測できるんですよね。その予測する分析の仕方っていうのが学べると思うので、合わせて見ていってもらえればいいかなと思います。4つ目売れるジャンルっていうのは、冬物家電です。特に今の時期は激アツですね。11月にこれ撮影しているので。家電っていうのは年中売れているものから、季節物とか色々あるわけですよね。冬物家電に注意しなければいけないことが、流行りは去るっていうことですね。まあ当たり
り前のことなんですけれども、冬物のね10月11月とかは仕入れももちろんしやすいですし、売れ行きもいいし、ものすごいスピードで売れていくわけですよ。なので売れているからといって大量にね仕入れをしてしまうと、流行りが去った3月4月とか在庫が残るケースっていうのは多くなってしまうので、ここが注意ですね。トレンド系の商品っていうのはさばけるだけ仕入れをするっていうのがめちゃくちゃ大切になってくるわけですよ。始めたばっかりの人は同じ商品を何個も何個も仕入れするのではなく、売れたらまた同じ商品を仕入れするっていう形で良いかなと思います。在庫1個だけ常に持っていくっていうような仕入れ方で OK ですね。慣れてきたら商品が売れていくスピードっていうのもどんどん分かってくると思うので、何個もね同じ商品を積んでもいいかなっていうような感じですね。何個も同じ商品をこう積んでいく考え方としては、月に4つぐらい売れる商品があったとします。10月であれば、冬物のね商品であれば2月から3月ぐらいまで、ね、売り切りたいわけですよ。11月12月1月2月と4ヶ月あるわけじゃないですか、売る期間が。それで月に4個売れるわけなんで、4、4、16で15個から16個ぐらい持っていても、2月の末ぐらいまでには全部売りさばけますよっていうのが分かるわけじゃないですか。そういう形で計算していくのが大切なんですよね。同じ商品を何個も何個も持つっていうのは、このあたりはねちょっとね中級編にはなってくるので、まずは1個仕入れたら、売れたらもう1個仕入れるみたいな形で最初はね販売していってもらえればいいかなと思います。実際にね季節物の商品紹介していきたいと思うんですけども、シャープのセラミックヒーターになるんですけども、仕入れの方が990円、めちゃくちゃ安いですよね。ヒーターで990円って、メルカリでねだいたいいくらで売れていくのっていうと、4000円から5000円ぐらいで売れていくので、この商品とかも2500円前後ぐらい利益が取れるっていうような商品になってくるわけですよ。ここまでね皆さん聞いて、こんなお宝情報を流したらみんな仕入れをしてしまって飽和しないんですか、思うと思うんですよね。どうしてね売れる商品を教えてくれるのって思うかと思います。例えばこの動画1000再生もあったとします。1000人の人が仮に見たと仮定して、今回紹介した商品を実際ねメルカリでじゃあ調べてみようって思う人って10人に1人とかその程度なんですよ。なので1000人見たら、まあ100人ぐらいが調べるかなという感じです。実際ね行動に移してみる人ってどんな感じかっていうと、100人1人ぐらいですね。1000人が見たとしたら10人ぐらいしかいないわけですよ。実際にそれを継続して取り組める人って1000人に1人ぐらいなんですよ。なのでこの動画はね最後までしっかり見る人、見たとしても実際に取り組める人ってもう1人とかしかいないわけですよ。よく言っているビジネスレベルで背取りをしっかり行いましょうって話とかよくしてるんですけども、そこまで行える人って多分1万人に1人ぐらいですね。なのでこの動画を見ても1人もいないぐらいのレベルなわけですよ。たくさんの方のまあ応援があったね、 YouTube 2年ぐらいですかね今行っているんですけども、未だに僕が紹介している商品とかも実際に仕入れて、僕もコンサルメンバーとかも実際に生計を立ててるわけですよ。ですので飽和もしないですし、ライバルが増えることはないので安心してくださいっていうような感じですね。それぐらいみんな逆に情報をねしっかりと得て行動に移して実際に収益をこう上げていく人っていうのは割合として少ないわけなんですよ。別にこれが難しいわけじゃないですよ、全然難しいわけじゃないんですけれども、実際に見ただけで行動に移さない人が大半っていうのが日本なので、稼ぎやすいわけですよ日本って。割とぜひねこの動画を見ていただいている方とか結構優秀な方多いと思うんですよね。僕長尺動画とか数字の話とか小難しい話をしてるんですけども、その中でもしっかりとこうね最後まで見れる方っていうのは結構優秀な方なんですよ。僕のねコンサルメンバーとかも優秀な方ばっかりなんですけど、だからみんな結果出してくれるんですけどね。そういう人もあってこういう長尺動画とかちょっと難しい話とかもしてるんですけども、そういう優秀な方々が見ていただいてると思うので、行動に移すってことをねしてもらえれば結果っていうのは絶対的に出ると思うので、頑張っていってもらえればいいかなと思います。5つ目はね掃除機になりますね。メルカリって主婦の方がユーザーとしては多いっていう話先ほどしたと思うんですけれども、なので掃除機っていうのもねやっぱ主婦の方が基本的には買うわけじゃないですか。かなり売れていきますね。しかも掃除機って新品で買うより中古の方がかなり値段も安かったりするんですよね。安くて性能が良い掃除機とかを探してる方ってね、中古で掃除機買うのもありかなとは僕は思いますね。今回ねマキタの掃除機でですねご紹介していくんですけども、こういったね業務用の掃除機とか家電っていうのもねかなり中古売れるんですよ。例えばなんですけど、会社でね使うのであれば綺麗な商品別にいらないよって、使えればいいよって、費用対効果実際に出した金額より効果がある方がいいよっていう方が多いわけじゃないですか、ビジネスで使う場合。なので中古はマキタとかも売れていくっていうような感じですね。でこのマキタの掃除機とか仕入れが3278円っていうような感じですね。8000前後ぐらいで売れていくっていう感じなので、利益は2500円前後ぐらい取れるっていうような感じですね。実際ね高く売れてる掃除機何があるんだろうって思う方も多いと思うんですけども、掃除機にね関わらず、先ほどねちらっと言ったんですけども、高く売れている商品を調べる方法としては、掃除機ってこう検索する、右上のアプリだと絞り込みっていうところをクリックしてもらって、そこに金額入れるわけですよ。例えばねじゃあ3000以上の掃除機がどんな商品が売れてるのか見てみたいと思ったら、金額を3000円って入れて、販売状況のところの売り切れにチェックを入れていくっていう感じですね。で検索を押すと、高値で売れている商品の一覧をこういった形で見ることができるわけです。こういった一覧を見て事前リサーチしていくことにより、例えばね掃除機売り場に行った時にどの商品が安く仕入れできるのかっていうのがパッと分かるわけじゃないですか。事前リサーチしておくっていうのも仕入れ効率をこう上げたりとかね、仕入れ商品を早く見つける上で大切なことになってきますので、ぜひですねこれも意識してやっていってもらえればいいかなと思います。6つ目はね楽器になりますね。少し大きい商品も多かったりするんですけども、今回紹介する商品とかはお店としてもね大きい商品って早めにこう
を販売していきたいわけですよ。なので結構ね、安かったりしますね。これ楽器に関わらずおもちゃとかもそうですね。先ほど言った通り大きめの商品というのは仕入れがしやすかったりしますね。在庫置き場としては大変かもしれないですけどね。最初はね、こういう大きめな商品を仕入れていくっていうのも一つのコツだったりするわけですよ。こんな形で安価にね、まとめて電子ピアノキーボードを置いてある売り場ありますね。これトレジャーファクトリーかなにあったんですけども、この3つのキーボード全て990円っていう感じですね。まあ全部利益が取れる商品っていう感じだったんですけど、こういう風にね、まとめて仕入れすることができるわけですよ。こういう売り場を見つけるとね、少し大きいんですけれども、仕入れ効率ってめちゃくちゃいいですよね。そこを見た瞬間に3つ利益商品が見つかるっていう感じで、キーボード、まあ1つご紹介していきたいと思いますね。 CT647 っていうキーボードにはなってくるんですけども、メルカリでまあ5000円前後ぐらいで売っていくことができるので、まあ2000円前後ぐらいですね、利益が取れるっていういい商品になりますね。990円の仕入れで2000円以上なんでね、まあ ROI っていうね、いくらお金を投資して実際リターンがあるかっていうのを 200% 超えるんで、これがね 100% 超えてきたらかなりですね。仕入れが1000円だったら1000円利益が取れる、仕入れが3000円だったら3000円利益が取れるみたいな感じですね。まあそこを一つの仕入れの指標に最初はしてもらってもいいかなっていうような形になりますね。リターンオンインベストメントってちょっと難しいんですけどね。こういったね、キーボードの中でも有名どころを見ていった方がいいですよって話だったりします。まあ家電とかも全てそうなんですけど、キーボードだったら例えばヤマハとかカシオとかローランドとかね、誰もが知ってるメーカーの方がね、売れ行きはもちろんいいわけですよね。人気なので。そして利益が取れる傾向にもありますね。市場に物ももちろんいっぱいあるので、このような楽器がメルカリではなんで売れやすいんでしょうかっていうのを考えてみましょう。高額のね、ピアノとかであれば、しっかりね、現物を見て、長期的に使っていきたいみたいな。っていう形なので、新品を買うお客さんっていうのは多いかと思うんですよ。でも、こういった大きなね、電子ピアノを安価で買いたいっていう方とかっていうのは、例えばね、お子さんの方がピアノの習い事ちょっとしているとか、だからちょっと家でね、練習できるようなピアノがあるといいな、ぐらいな感じだったら、中古でいいわけじゃないですか。それで1年、2年ぐらい使えれば全然中古でいいですよね。それを10年、20年使っていくってなったら、新品でね、高額なものを買う方は多いと思うんですけども、そういった方に一定数ニーズがあるわけですよね。なので、なんでメルカリでこういう商品が売れやすいのかっていうのを分かっていくと、仕入れに行く際もリサーチがね、効率的になっていくので、商品をリサーチする際の参考材料として使っていってもらえればいいかなと思います。7個目としてはヘアアイロンになりますね。ヘアアイロンとかね、中古商品になるとかなりね、安価で買えるわけですよ。先ほど解説した通り、メルカリって主婦層のユーザーが一番多いので、ヘアアイロンというのはかなり売れていきますね。女性の方とか特にね、ヘアアイロンとか詳しい方多いと思うので、詳しい方は必ず取り入れるべきジャンルですね。仕入れがね、めちゃくちゃ安いんですよ。ビダルサスーンのヘアアイロンになるんですけども、990円仕入れっていう感じですね。数百円とか、2000円以内ぐらいの仕入れがかなり多いので、少ない資金から副業でね、3万、4万、5万ぐらい稼いでいこうっていう方は、最初に始める上ではかなりいいジャンルとなりますね。この商品とかも3800円前後ぐらいで売れていくって感じで2000円ぐらい利益取れますよね。990円で2000円利益が取れていい商品になってくるわけです。まあこういうね、ヘアアイロンをリサーチしていく際にも、有名なヘアアイロンブランドってあるわけじゃないですか。サロニアとかクレイツとかパナソニックとか、そういうとこを重点的にね、見ていくとかなり利益商品としては見つかりやすいかなっていうような形になるので、参考にしていってもらえればいいかなと思います。8つ目はパソコン周辺機器になります。パソコン周辺機器といっても幅広いんですけれども、売りやすいパソコン周辺機器ご紹介していきたいと思います。パソコン周辺機器と聞いて皆さんが予想できるものですね。キーボード、マウス、ウェブカメラとかマイク、ハードディスクとか、そういうのとか全て売れ行きがいいですし、もちろん利益商品としても見つけやすいですね。近年コロナがあってリモートワークってかなりね、増えてきたと思うので、昔前とかはね、サラリーマンが自宅で仕事してるなんてことはね、ほとんど内職ぐらいしか考えられなかったんですけど、今ではまあ主流ですよね。旦那さんが家でずっとお仕事してるって言っても何も違和感もない時代になったわけじゃないですか。例えばじゃあズームをしますとかで、かなりパソコン周辺機器っていうのが需要が出てきてるわけですよ。プライベートで使うっていうよりも仕事で使うもののわけじゃないですか。そういう場合は中古品でもいいから安く手に入れたいよねっていう方も需要としては多いわけですよね。近年 YouTuber とかの影響でゲームとかの普及とかもすごいわけじゃないですか。コロナの影響とかもあって家の中で充実したいっていうのもあって、ゲームとかの普及とかも凄まじいですよね。ゲームでまあ生計を立てられる時代になったわけじゃないですか。ゲームで多く稼ぐ人とかもいるわけですよね。親がね、子供にゲームをやるなみたいな言う時代は昔もありましたけど、今はね、そんなことは言えなくなったわけじゃないですか。ゲーミングマウスとかゲーミングキーボード、ヘッドホンとかゲーミングのね、スピーカーとかもね、恐ろしい勢いで売れていくわけですよ。パソコン周辺機器の場合はビジネスで効率をね、こう上げていくためのパソコン周辺機器だったりとか、ゲームで使用するもの、こういうものを狙っていくのが得策だったりしますね。例えばね、このゲーミングスピーカーとか1万780円仕入れっていう感じですね。2万円前後ぐらいで売れていくので利益は5000円以上取れるっていういい商品になりますね。この商品出品して2日とかで売れましたね。パソコンをまあ日常として使っていく方ですね、意識して見ていくとどんどん覚えることができるので、こういったパソコン周辺機器、まあ身近にある方っていうのは仕入れをしていってもらえればいいかなっていうような感じになりますね。特にね、パソコン
の周辺機器の中でも有名どころってあるじゃないですか。ゲーミング系だったらロジクールとかレーザーとか、そういうのをしっかりと見ていくと、ルーターとかもかなりね売れ行きいいんですけど、バッファローとか IO データとか NEC とかね、そういう主流な部分を見ていく、しっかりと頭に入れてリサーチしていってもらうことによって、かなりね利益商品というのが見つかりやすくなってきますので、参考にしていってもらえればいいかなと思います。9つ目はコーヒーメーカーになりますね。中古のコーヒーメーカーってね、恐ろしく安いんですよ。シロカの上位ブランドのコーヒーメーカー、新品だとね Amazon で、ね、29,700 円するわけですよ。結構手出すのきついですよね。コーヒーメーカーに3万円って、メルカリだったら1万5000前後で買うことができるわけですよ。半額ですよね。これぐらい安いわけです。こっちのシロカのコーヒーメーカーとかもっとやばいですね。新品だと1万980円で Amazon だと売ってるんですけれども、メルカリだと2500円とか4分の1とかで買うことができるわけですよ。コーヒーメーカーってね、かなり需要やっぱりあるんですよね。コーヒーをね飲む割合みたいなのをチャット GPT に聞いてみたんですよ。そしたらここにメモってあるんですけども、10代で 35% で、20代で 61%、 30代で 76%、 40代で 84%、 60から70代では8割が毎日コーヒーって飲んでるみたいなんですよ。人口の6割7割がコーヒーって飲んでるわけですよね。まあチャット GPT に聞いたので、まあこの割合はね参考までにしておいてほしいんですけれども、これだけ需要があるコーヒーなわけなので、安く買えるね中古のコーヒーメーカーっていうのはもちろん需要があるわけですよね。 C40 って型番のネスプレッソのコーヒーメーカーなんですけども、1100円で売っていたって感じですね。これオフハウスかなっていうリサイクルショップであったんですけれども、これまあ4500円前後で売れていくので、利益は2000円ぐらい取れるっていい商品になってきますよね。 Amazon でね新品で買うってなると、この商品とかも9000円ぐらいする商品になってくるんですけども、中古であればね半額とかで買えるわけですよ。コーヒーメーカーってのはもちろん仕入れもしやすいですし、売れ行きも早いですし、身近な方多いじゃないですか。コーヒーメーカーって知識がつきやすいジャンルなので、かなりおすすめジャンルの一つになってくるかなっていうような感じになりますね。10個目はドライヤーになりますね。ドライヤーの中でも少し単価の高いドライヤーとかってかなりね売れ行き実は良かったりするんですよ。髪を大切にしている方ってドライヤーにこだわる方もかなり多いとは思うんですよね。特にメルカリってね主婦層の方が多いわけじゃないですか。なのでドライヤーにこだわる方ってね多いんですよ、このメルカリユーザーっていうのはね。僕の嫁もね一丁前にいいドライヤー使ってるんですけれども、でもドライヤーってね意外とこれねこだわると高かったりするんですよね。ダイソンとかレプロナイザーとかパナソニックの最上位モデルのものとかだと3万円から高いものだと8万円とかするわけですよ。僕もねスカールドンとか泊まるときってやっぱりいいドライヤー置いてあるんですけども、いいドライヤーってやっぱ風量強くてね髪かなり早く乾くんですよね。特に男性とかショートなので、1分から3分ぐらいでいいドライヤーだったら髪乾きますね。なのでドライヤーで時間買うことできるんですよ。時間単価の高い方とか特にそれくらいねドライヤーって良かったりするんですね。やっぱいいものだと現実的にね、いやドライヤーに5万円とかね8万円とか使う結構高いわけですよ。主婦の方とかからしても中古であればジョイモデルのドライヤーとかも1万円から2万円ぐらいで買えたりするわけですよ。例えばダイソンのドライヤーなんですけど、1万780円でこれ普通にブックオフにあった商品なんですね。当時はね2万円前後ぐらいで売れたんですけど、まあ今相場ちょっとこれ古いデータなんで、今は多分相場1万5000円とかそのぐらい下がっちゃってると思うんですけど、なので利益は6000円ぐらい取れるっていうような商品になってきますね。新品いくらするんだろうと思って実際調べたんですよ。価格 .com で過去2年間の価格推移みたいなのを調べてみたんですけど、3万7000円ぐらいするんですよ。なので中古であれば半額ぐらいで買えるわけですよね。こういった形で高単価のねドライヤーっていうのは普通に新品で買うよりねかなり安く買えるので売れていきますし、利益商品としてももちろん多いわけですよね。しかも1個で結構大きな利益を取っていけるので、作業量としても圧縮できるわけですよ。1個で5000円とか1万円とかね利益を取っていけるので、例えば5万円稼ぎたければそれを5個売ればいいわけじゃないですか。最初単価が高いので仕入れするのは怖いっていう方とかも多いと思うんですけれども、そういう風に使っていくこともできるわけですよ。取り入れてもらいたい一つのジャンルになりますね。ドライヤースペースダイソンとかで検索してみてください。で右上の絞り込みですね押してもらって、販売状況売り切れで検索をしてみてください。実際に売れてる商品っていうのは、ね、結構な数こう出てくるわけですよ。この動画をね見終わった後にぜひね見ていってもらいたいんですけれども、かなり売れているので、ドライヤーの高額なものっていうのをメルカリでね、最初ね分からない方とか1万円2万円のドライヤーとか中古でメルカリで買うの怖いじゃないかって思う方とかも多いと思うんですけども、結構な割合これ売れているのが現実なんですよね。そういった形でね、ドライヤーって日常でまあ誰もがね使っていくものだと思うので、取りやすいジャンルの一つでもありますよね。知識ベースがありますしね、こういったものも販売していってもらえればいいかなと思います。今回ですね、合計10個のね爆売れアイテムという形でご紹介させていただきました。まあ利益商品プラス実際にどういうジャンルがいいよっていうのも解説させていただいたんですけれども、少しでもねこういった動画が参考になったよって思った方はグッドボタンとねチャンネル登録をお願いします。最短最速で売上利益をね伸ばしていきたいのであれば、公式 LINE ではね SNS や YouTube では公開できないね有料級の話っていうのを投稿していっています。期間限定なので YouTube の概要欄からぜひですね受け取っていってもらえればいいかなと思います。この動画を最後までご視聴いただいた方で、メルカリ爆売れ商品をまとめたテキストで
ですねプレゼントしております。公式 LINE の方にメルカリ爆売れと打っていてください。自動でね配布させていただくような形になりますので、ぜひですねこちらも受け取っていってもらえればいいかなと思いますね。最後まで動画をね今回ご視聴いただきありがとうございました。少しでもねためになったっていう方、コメントや感想いいねよろしくお願いします。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちら2000人以上ご登録いただいている公式 LINE では、物販経験ゼロ、全くの初心者から初月で月10万円、3ヶ月で月50万円、6ヶ月で月100万円以上安定して稼げるようになった方法を配信していて、物販ビジネスをやりきれる環境をご用意しています。物販経験ゼロの僕が4ヶ月で月商550万円、2年で月商1000万円を突破した実体験に基づくスライダー108枚の中古物販完全ロードマップ。これから中古物販を始める方は、これだけ見れば中古物販の全てがわかるという中古物販マニュアル、今すぐ仕入れができる低資金高利益の激アツジャンル5000、ビジネス初心者が一番初めに取り組むべき物販、借金300万のサラリーマンから手取り開始4ヶ月で月利130万以上稼ぐことができた理由、300品以上の利益商品がわかる店舗仕入れ動画、1日30秒で利益商品を学べるショート動画200本、手取りと相性抜群なクレジットカード、仕入れ判断をマスターするためのコンプリートマニュアル、これらの大ボリュームのプレゼントをご用意しております。期間限定ですので消えてしまう前に概要欄にて LINE 登録してもらえればと思います。